奈良クラブの背番号17番吉田奈良です。今はサッカーをしながらこの森奈良漬け店で働いています。現在はトレーニングはできていませんが、一人一人が後期開幕に向けてコンディションを整えています。このウリの奈良漬けを使っておにぎりを作ってみたいと思います。それではこの食材を使ってパワーボールおにぎりを作っていきたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。温めたご飯をこのボウルに入れます。刻んだウリの奈良漬けを入れたいと思います。で、これをきれいに混ぜていきます。こんな感じで混ざりました。はい、それでは混ぜたご飯でおにぎりを作っていきたいと思います。じゃあまずここにチーズあります。これを下に敷いて、でこの上に先ほど混ぜたご飯を乗せます。もうこれだけですね。簡単です。で、こうやって包んだら、はい、完成です。ちょっと汚いけど完成です。1つ目。はい、続いてはこの豆ですね。これをまあ5個ぐらい置いてと。で、これにまたさっきと同じご飯をのせます。で、これを包んだら完成です。こんな感じで豆入ってます。わ、落ちた。こんな感じです。はい、最後はこのカツオとごまをまあ少々センスですね。これはこんぐらいと、こんぐらいで、ご飯をのせて、で、包んだら完成です。それではこのできた3つのおにぎりの中から1つだけ食べてみたいと思います。じゃあ最後に作ったやつで。いただきます。うん、うまい。はい、ということで皆さん、おにぎりおうち時間で作ってみてください。以上です。